松山市堀之内の愛媛県美術館で第30回馬の目会松山日本画展が開かれています。馬の目会は県内に5つの教室があり、32名の会員が所属する絵画グループで、年に一度各教室で展覧会を開いています。今回は松山教室の展覧会で14人が描いた人物や風景、花鳥風月などの日本画80点が並んでいます。馬の目会は日本画の、本格的な日本画と思っておりますが、みんな日本画の美しさを追求しておりますので、一人でも多くの方に日本画の美しさであることっていうか、自由な表現で発想も自由ですので、それを見ていただきたいと思ってます。検定で受賞した作品とか、近年自分が追求しているものを書いた集大成みたいなものを今回みんな出しておりますので、見ていただけたらと思っております。とりあえず多くの方に日本画の美しさっていうものを見ていただきたいと思っております。洋画ではない美があると思いますので、それを一人でも多くの方に見ていただけたらと思います。第30回馬の目会松山日本画展は今月18日日曜日まで愛媛県美術館新館2階特別展示室で開かれています。自由な発想で多彩な表現の作品をぜひご覧ください。